3人とも、DA、いわゆるそのテクニカルアーティストというような、役職で仕事してまして、何でも屋みたいな感じなんですけれども、プログラムも書くし、アーティストの扱うツールも使うしみたいなところで、アーティストの制作環境をこうより便利にしていくみたいな役どころですね。まあ、コロナの一件なんかもあったりして、まあ、その多様な働き方みたいなところもこう求められている中で、リモート環境みたいなところ改善していきたいなっていうところもあって、我々がこう先陣を切ってやらせていただいているというようなところでございますね。まず、こういったそのソリューションが必要だよねっていうのがあって、そこで、まあ、インターネット上で探したら、まあ、一番最初に出てきたというところはありますね。プラチナさんの記事を拝見しまして、ゲーム業界でも採用実績あるんだなっていうところで、ちょっとやってみたいなっていうところで、はい、体験版を申し込ませていただいたというのが、最初だったはずです。はい、特に我々がその課題感として持ってたのは、大概 の, そのアーティストの環境っていうのが、その会社で使ってた PC を自宅に郵送して、で、まあ、自宅で VPN 経由で接続すると、社内のユニトラに接続して、まあ、作業するというようなところが、まあ、基本になってるんですけども、まあ、それだとやっぱどうしても VPN の, その速度制限みたいなところにかかってきてしまって、まあ、なかなかそのファイルのやり取りも重かったりですとか、特にリモートワークの最初の頃はみんな慣れてないっていうのもあって、なかなかその辺で課題感を感じているところはありますね。今は、我々 TA が、メインで、こういうところは使えるねと、こういう時に困るねみたいなところを先行して、いろいろとテストをしていたりであるとか、あとは特殊な事情でリモートの接続環境が必要になる人たちを優先してこう配布するというようなところと、あとは秘匿性の高い開発機材などを必要とする人たちが、そのスプラッシュトップを使って、自宅からスプラッシュトップ経由でそれらの開発機材にアクセスして、で作業するというような用途に用いられる、だいたいその3系統ぐらいが存在するかなと思います。ペンタブレットの方では、まあ、デザイナーの、使うようなツールの方で利用してるんですけども、今の状況としてはソフトを使用する際は基本的にペンタブレットで作業するところはもう作業ペンタブレットを実際に使ってやっています。で、必ずしもペンタブレットでやらないといけないっていうところだけではないので、そういう場合はマウスで普通に操作するという感じで、両方使って共存している形でやってますね。実際リモートのスタイラスっていうのはだいぶ課題感を感じているところでは、まあ、ありまして、よその製品と比較などもするところでも、通信の速度であったりとか、あとはそのアーティストの一番繊細な部分ですね、その感覚的なところに一番大きく影響を与えるところなので、なかなか現時点でもその課題感の大きいところではありますね、リモートスタイラスっていうのは。まあ、それでそのリモートスタイラスの問題っていうのが完全には解決できていなくて、やっぱちょっとすごい強い課題感を持っているところで、そこが、解消されるとアーティストのフルリモート環境というかっていうのはもうかなり前進するなっていうふうに思っているところではありますね。僕は基本的に、コーディング作業ですね、を使って、している。あとは、マヤだったりとか、フォトショップだったりとか、そういったところの、データをこう見るといった業務で使っています。で、僕の用途ではもう完全に問題なく、こう社内のデータのアクセス、高速にできるっていう面ですごく活用させてもらってますね。ゲームエンジンなんかも全部そのリモートでアクセスして使ってますね。まあ、我々に関しては必要な全ての開発コードをリモート上、スプラストップ上で完結させているというようなところですね。今時点だと本当に必要性の高い人しか触っていないというところもあるんですけど、特にその否定的な意見はないというか、逆に言うと、まあ、ちゃんと動いてるっていうことだと思うんですよね。目的を果たせているっていう、そういう感じです。はい、リモートをする
リモートで環境を構築しようっていうふうになった時に、その自宅に物を置かないといけないっていうようなことが、そのあんまり気軽にできないっていう環境もあって、でそれが複数台の PC になってくると結構よりそうなってくるっていうところなんですけども、そこに対するその懸念が少なくなる。リモートでアクセスできるこういう方法があるっていうふうに確立されているので、あのそうなればじゃあちょっと1台増やして環境を整えようっていうふうになったとしても、そこにこの負い目がなくなるというか、そういうその気軽さっていうものが生まれたと思います。まあ、今の話にも続いてくるんですけど、例えば今日、出社して対応するってなった時に、自宅で の作業内容をそのまま引き継いであの、まあ、続きというか、そのさせた内容をそのまま、続きから作業できたりとかいうので、あのこれからこうリモートだけじゃなく、あの出社とかの対応とか、あのいろんな出勤形態になると思うんですけど、そういった時にもその柔軟な対応ができるなっていうのを感じてますね。例えば、まあ、極端な話、そのそういうリモート環境がなければ働けないという、でだけどすごく我々としては失いたくない人材がいた場合につなぎ止めることができるわけですから、あのそういう意味でなんというか、その手数が増えるっていうのはすごく心強いところですね。私自身があの昨年末にコロナにかかりまして、まあそんなに大したあれではなかったんですけども、あの私も家にその妻がおりますので、あの1週間ホテル暮らしを余儀なくされましてですね、もうその時にあのスプラッシュトップの導入が始まってたので、私もやろうと思えばあの環境は作れていたんですけど、それをしていなかったがために1週間もうほぼ何もできずみたいな感じになってしまったので、もうコロナから帰ってきて慌てて環境を作ったところでございますね。だからそういうことも今後はいろんなことが起こりうる世の中っていうところで、やはりそういう、まあ、汎用性というか、そういうところを高めていくっていうところで、あの必要になってくるっていうふうに思ってますね。はい、ラップトップ1台あればとりあえず大概の仕事はできてしまうので、新しい選択肢を得たというところはありますね。まあ、例えばもう、まあ、地球の真反対にいてもお仕事お願いできるような形にはなるわけなので、日本国内でしたら、まあ、あの PC 郵送してっていうのも、まあ、できなくはないですけど、それがもう外国とかになるとちょっとさすがにみたいなありますので、そういう意味でもそのできることが広がってきてるっていうのはあるかなと思いますね。まあ、まずその通勤に時間を取られないっていうのはもうシンプルに強いメリットだと思いますね。働く環境でその集中しやすさとかいろいろあるんですけど、その環境の整えやすさですね。その自分に合わせた環境を整えようっていうふうになった時に、会社でとなるとやっぱり会社ゆえのルールとかいろんなものがあったりもするので、例えばあのモニターにライトつけたいとか、そういう話になった時にも自宅の環境であればとりあえずやってみようでいけますので、そういうその柔軟さがですね、そういうその環境を整備するっていう上でも柔軟さがかなり出たなと思っています。リモートになったからこそ集中しやすくなったっていうのはもちろん、その例えば声のかけやすさみたいなのがあのオフラインゆえの良さでもあるんですけど、それはその裏返す と、声をかけられやすさでもあったりして、それは良し悪しいろいろあるんですけども、リモートゆえにその集中したいときは今集中したいタイムなんですっていうふうに切り分けやすくなったっていうのはもう明らかに感じますね。まず、まあ、先ほど何度か話してて、リモートスタイラスのところですね。あの辺のところがもっとそのアーティストの感覚に近い、もうまるで目の前にあるみたいにそれが使えるっていう風になってくると、そのかなりアーティストの方にもその導入はやりやすくなるなっていう風には思ってますね。あとはマルチモニターとかにした時に、やっぱどうしてもその転送するデータのサイズとか大きくなったりするので、あのちょっとノイジーになったりとかそういうところもあるので、そういうところがあの、まあ、緩和されると、まあ、通信速度次第なところもあるかと思うんですけども、まあ、そのあたりの改善と、あとは色ですかね、うん、色の再現度っていうところが上がってくるっていうところが、特にそのアーティスト環境っていうところで考えると大事になってくるポイントかなっていう思ってますね。はい、先ほど出てきたそのマルチモニターですね、そこの環境の時に、あの今ってマルチ の、 あの縦画面に対応しない、
してきてないっていう、まあ、あの横画面に普通に使う分にとか、その一つの画面に2枚分を表示しようとかっていう風になった場合は、あのやり方があるちゃんと整備されてるんですけども、その、まあ、特に自分なんかはその横1枚縦1枚みたいな置き方をしていて、横長のみの対応だと、うまい、まあ、都合のいいというか、配置に対応できなかったりするので、そういったところが今後そのフレキシブルというか、そのどんな組み方でも対応できるというふうになってくると、よりそのもう家の環境そのまんまが丸ごと、リモート先の環境であるっていうような、ちぐはぐさも完全になくなるっていうふうになってくると、どんどんリモートしているっていう感覚もなくなっていって、より良い環境になっていくっていうふうに思いますね。そこら辺も期待しています。